おはようございます、サトシーニョです。さあ始まりました第10回新しいニョということで、いや早いもんですね、もう10回ですか。なんかこの間始まったような感覚だったんですけどね、もうあっという間に10回ということで、今日記念すべき節目の回という感じですけども、まあやることはいつもと変わらず、今日ね、出たばっかりの新台を打っていきたいなというふうに思ってるんですけども、本日は東京レイブンズ、本当導入されて今日で3日目ですかね、1時間ぐらい前に来て並ん であと30分で開店なんですけども、とにかくマジで寝台よりも何も、もう寝台とかもどうでもいいですけど、とにかく早くホールの中に入れさせてくれっていう、もう汗がもう滲み出てきますね。日陰にいても無理だ、もう無理だね。これがもう35歳の限界なのかもしれないということで、今日はマジで東京レイブンズね、頑張って打っていきたいと思います。次第行ってきました。シダで半日打たせてもらって、高設定と低設定の挙動とかもね、体感してきましたんで、その辺のね、情報も踏まえて今日楽しく実践していきたいなというふうに思っておりますので、一日よろしくお願いいたします。頑張るぞ。はい、暑い、本当暑い。いやちょっと脱げないですよ、もう最近腹やばいですから。最近ちょっとラーメンばっかり食いすぎて、ケルメシアモスバーガーでお願いします。お願いします。さあ入場です。地下にパチスロあるらしいから、あ、涼しい街ですし。さあそれでは、4番目の入場で、前のお客さん2人はパチンコに行かれるって話してらっしゃったんで、あ、レイブンズこっちかな。あ、ちょうど看板出てますね。おはようございます。お願いします。あったあったあった。あ、いいとこにある。角にしましょうか。よし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 。ああ、よかった。無事に取れました。さあ、それでは無事にね、東京レイブンズ確保できましたので、今から打っていきたいと思いますが、まずちょっと朝一ね、この台重要なとこあるんで、打っていく前に軽くゲームフローの方を解説してから打ちたいと思います。さあ本機なんですけども、純増約 2.7 枚の AT 機となっております。でどうやってその AT を目指すかというと、まずはね、通常時チャンスゾーンを目指していきます。でそのチャンスゾーンに当てて、そこから疑似ボーナスをまず当てます。で疑似ボーナス当たったら、その疑似ボーナス中に AT 当選させることができれば、無事にね AT に入って出玉を増やすことができるようなゲームの流れになっておりますので、そこのところよろしくお願いいたします。さああともう一個ね、有利機関について話してから打ちたいと思うんですけども、この台ですね、基本的に通常時有利機関ランプがついてます。でどこでリセットされるかというと、基本的にチャンスゾーンに当たった時にリセットされるんですよね。でここが有利機関ランプなんですけども、今朝一で、今日新台入れ替え初日なんで消えてます。消えてるということは、内部的にこれはチャンスだというようなことなんですよね。だから朝一、どれぐらいかな、20ゲームいかないぐらいかな、17ゲームぐらいまでに、当たる可能性が少しあるので、朝一はちょっと注目して、見ててください。打ち方なんですけど、もう基本的にバーを目安に打って、あと右左、右左じゃない、中右は振り打ちで大丈夫です。さあ今ユリカランプつきましたね。ここがユリカランプ。一応ね、シダで一回この東京レイブンズ打ってきたんですけど、その時はね、打ち始めてすぐ当たるようなことはなかったんですが、一応ホールの実践データを見てる感じだと、朝一ね 15% ないぐらいかな、まだサンプル少ないんで分かんないですけど 15% ないぐらいで、いきなりね当たることがあるみたいなんで、今現状、おこれかい、当たったんじゃない、これもしかして来たね、これっす、これが最初の恩恵っす。ちょうど17、8とかそれぐらいで当たったと思います。さあ来ましたね、これは
解説ちょっと大変になりましたけど、ちょっと最初のゲームフローとかあんま話してないんで、どういう挙動するか分かってない人も多いと思うんですけど、今一応陰陽ボーナスというものが当たりました。若干解説してないんですけど、これが一応疑似ボーナス、基本的にはそのチャンスゾーンに入って、でそこからその疑似ボーナスどっちに行くかみたいな話だったんですが、これいきなり朝一の恩恵で出てきたやつで、今あの消化中にキャラが出てきてると思うんですけど、これで設定質問をまずしてます。で消化中はリプレイとかレア役でバトルの抽選を基本的にやってます。でそのバトルの抽選に行かれば、この後バトルに発展して、そこで AT に当たるかどうかの抽選をするみたいな、というのが基本の流れです。払いの方が約 60% ぐらいです。今まあレア役とかも何も引けなく終わったんで、これで AT 突入はならずというような感じです。ということでまた通常時に戻って消化していくんですけども、エリカンランプは見ての通りスキッパです。まだリセットされてません。おっと、まあ、打ち方はさっきも言いましたけど、バーを上段付近狙って中右は振り打ちで大丈夫で、これチャンス目っすね。基本的にまずは通常時はチャンスゾーンを目指していきます。でチャンスゾーンどうやったら当たるかっていうと、さっきチャンス目引いた感じで、まず一つ目のルートが霊薬からのルート、でもう一個が画面右下にこれ陰陽メーターって言うんですけど、このメーターがマックスまで溜まるとチャンスゾーン確定です。で意外と霊薬からこれチャンスゾーン当たってくれるんで、でこれストーリーモード、これ前兆ですね。これさっきだからチャンスゾーン引いたんで、それから発展したような感じ。まあチェリーとかあとはスイカとかそういう弱い子役からでも結構当たってくれるんで、通常時の霊薬も無駄にはなりにくい。最近の6号機って結構通常時の霊薬空気だったりするじゃないですか。そういう感じじゃないですね、この台、まあ、色が変われば変わるほどチャンスオーの期待度アップ。この前兆中連のレア子役は、本店長の書き換え抽選やってます。まあ文字色も普通なんでちょっと弱そうっすね。あ、当たったわ当たりました。多分チャンス目から当たったと思われます。25ゲーム。さあそれではチャンスオン、これ陰陽チャンスで、まず陰陽チャンス入ったらここね、ルーレット回って止まった箇所によって、まあ、要は期待度が変わると。あ、いいの出てきたな。結構ちなみにチャンスゾーンは、一番期待とか低いやつでも約 45% ぐらいあるらしいんで、これ継続率 80% 結構いいやつです。出てきたの。ただチャンスゾーンなんですけども、まあ、何やるかって言ったら、このね画面右上にこう見えるかな、1個ずつがゲーム数なんですよ。で4、7、10、あと最後エンドって書いてありますけど、ここでバトルが発生します。でそこのバトルに到達した時に、まあ、継続率 80% で突破抽選してますよと。で最初のこの光ってる4のところ、ここはもう撃破確定なんで、実質この3つ7、10、最後、これを突破したら、チャンスゾーンクリア。で消化中はこういうリプレイだったり霊薬で、突破抽選もしてるん でさっき 80% って書いてあったじゃないですか。あれは何も引かずに80% のだから、リプレイとかレア役はまた別で 80% と別で抽選してるらしいんで、だから実際もうめっちゃ簡単に突破できる。で最低でも継続率が、まあ、今回 80% 選ばれてますけど、最低でも70あるんで、最近出てる突破系の中ではかなり突破しやすい部類かなと思います。無理ゲーじゃんっていう感じじゃない。でレア役は撃破確定なんで、これかなりチャンスよ。
さあここで最後ですね。あーデカプッシュ、これはもうもらったと思います。はい、オッケー、チャンスゾーンクリアしました。で問題はここです。ここでどっちのボーナスが出てくるか。お、いい方ですね、払いの方が出てきてくれました。これが AP だと 60% の方で消滅、リプレイとかレア役、あこれ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 のね AP の抽選してます。でゲーム数はね、20ゲーム。さあスイカ、ジャックスイカ引きました。行ったかな、どうかな。まあね、AT タイトル、あー、スタパネが消えましたね。 AT 入りました、これ。あ、フリーズしましたね。よし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 。いや、なんか展開早くてめちゃくちゃ簡単に、いいっすね。なんかもうちょっと通常時とかいろいろ解説したかったんですけども、終了画面も設定したするときあるんで、これはデフォです。さあそれではね、AP 消化していきましょう。レイブンズタイムです。レイブンズタイムは、基本的にラウンドパートと SD パートって言われる2種類の、パートがあるんですけども、最初この図柄を狙って、ここでまずラウンドのセット数を決定します。シングルで揃ったら1個以上で、ダブルで揃ったら2個以上で、 V に揃ったら3個以上。シングル、さあ、まずはラウンドパート、これね8ゲームですね。でラウンドを全て消化し終えた後に、この後 ST パートの方に行きます。でラウンド消化中は、SP パートの V ストック抽選をしてます。さあでラウンドが終わったんで、この後 ST パート、ここでレイアックとかあとはリプレイなんかを引いて、V ストックの抽選をしてます。まあ、要は継続抽選ですよね。ブーストック取れたらまたラウンドパートに戻って、でそれをループさせていくような感じになるんですよ。終わるんちゃうこれ。あー一応バトルには発展します。さあ、ね、このバトルに勝てないともう終わっちゃう。これダメそうだね。はい、残念ながら終わってしまいました。復活もないかな。はい、なんかサクッと入った AT もサクッと終わってしまいましたね。一応ねワンセットで継続せず終わった場合はちょっと恩恵がありまして、威力感がリセットされます。でリセットされるってことはチャンスゾーンからスタートできると。今回はね単発で終わったんでリセットされてますけど、あのなんか2連3連とか続いて終わった後は基本的にはされないです。なんかその時はだいたい 5% ぐらいでリセットされて、ほとんどリセットされないんですけど、じゃあこれは一応チャンスゾーンこの後出てくるんで、まただから連チャンさせることができるチャンスがもらえたと。うわっ強え強いっすわこれ振り分け。泰山副雲祭という、これね期待度 80% ちょい、確定ではないです、まだこの時点で。泰山副雲祭初めて入りましたね。でこれ成功で AT、 いやでも期待度 80% 超えてるから、ここ当てたいよねちゃんとね。緑まで来た、赤まで来ないときついのかな。やばいじゃん、え嘘外すこれ
冷剤上昇中って言って、あのなんか紫でモヤモヤって出てるじゃないですか。でこの間は、オミオメーターのポイント獲得抽選がアップしてます。獲得しやすくなって、ちなみにこのポイントどうやって獲得するかっていうと、まあ打ってると押し順が出てくると思うんですけど、押し順1万役でここのポイント獲得抽選してます。一応この台天井があるんですけど、508ゲームが天井になってます。で天井の恩恵は AT 直撃確率の確率がね、基本的にね、なんかめっちゃ重いですよ。30何分の1とか30何万分の1とかなんですけど、その天井手前501ゲームから508ゲームまではそれがね12分の1まで跳ね上がります。チャンスゾーン突入で、ゆるきかんリセットされるんで、そのね、チャンスゾーンの確率がね1でだいたい150分の1で6で120分の1なんで、まあなかなか天井いかないです。ほとんどいかないです。お、チャンスアップあるよ。おっしゃー、レア子役から当たりました。チャンスゾーン、さあ、お、おみおチャンス、次は勝つ。おい、お、いいね。なんかね、高設定ほどこれのルーレットの選択率も上の方が選ばれやすいみたいな。さあ、80% オーバー、必ず倒す。リプレイ引いた。よし、いいよ。よし、いいぞ。ラスト、あと1個だ。よし、いいぞ。あっ、でかい。よっしゃ、もらった。なりました。無事にチャンスオンクリア。まあ、ここはね簡単に勝てるんで、チャンスオンは。問題はこの後よ。この後どっちが来るか、どっちの疑似ボーナスが出てくるか。さあ来い、おみやボーナス。払いの方、赤なのの方、そう、これ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 、これでもう AT 期待度 60% あるから、あとは当てるだけは AT。 おみやボーナスやったらバーの方ね、あっちばっかり行くとしんどくなるのよ。こうやってね、しっかり払いの方を引ければ勝てる、この台は。だからベルばっかり引くとさ、AT 入んないわけよ。でもベル引かないと出玉増えないし、難しいところ。あった、レア役、これ当てたい。さあスイカ、弱スイカ、あ、これね強いっすよ。フリッシュ、よっしゃ、フリッシュ入りました。 AT いいね、レッドかなり入りますね。 AT さあ本日2回目の、今この画面出たんですけど、これね3以上の画面ですね。やったぜ、やった。え、新しいのでこういうの出すの初めてじゃないですか。そうっすよね、やった。いや、新しいの負けすぎてるからマジきつかったんですよ。これ今日勝てるかもしれないですね。よっしゃ、やりましょう。さあ本日2回目のレイヴンズタイム。ちなみに今準備中ですけど、レイヴンズタイム、このね、準備中霊役とかで、ね、あのラウンドのセット数の獲得抽選してます。積極的に霊役を狙っていきましょう。はい、となかった。このね、赤カットイン来たらダブル揃う可能性かなり高くなるんで、ある。おー、 V だ、マジかよ、これ V だわ。3個以上っすね、これ結構重いんすけど。うわー、ありがてえ、ラウンドストック3個もらいました。3個以上、ありがた。2回目以降またね、補足でいろいろ解説していきたいんですけど、今ストック残りあと最低でも2個あるじゃないですか、見えてる分の。
だからストックがあるうちは ST パートに行かずにまずはそのラウンドのセット数を消化していきます。これを24ラウンドまでいったら、プレミアムレイヴェンズタイムって言われるサマイス管理型の AT の方に行きます。赤くなってるとこあるじゃないですか。でここでラウンドの上乗せ特化ゾーンの抽選をしてるんで、まあ、もちろん24セット目指していくんですけど、まあ、まずはこの5、10、15、20この辺で特化ゾーンをもらえるところをまず頑張る。さあこれ3ラウンド目ですね。今赤なんですけど金もあって、金だとそこ到達したら特化ゾーンが必ずもらえます。で赤は 20% でもらえる。さあそしてもう、ラウンドのセット数なくなったんで ST パートに行きます。一応ねここにフェーズってあるんですけど、 ST パート、まあ、フェーズが1から4まであって、4になればなるほど V ストックの抽選もらいやすくなります。要は継続しやすくなる。で今1なんで結構きつい。1きついのよマジで。あ、なにこれ、これもらったんじゃない。なんだ今、初めて見た。あ、もらったでしょ。こんなオッケー、来ました。で今まだ残ってるじゃないですかゲーム数が。で残ったゲーム数はここでねラウンドの獲得抽選をしてます。セット数の霊薬とかリプレイ1万薬なんかを引きまくればここでねラウンドのセット数もいっぱいもらえるんで早くもらった方がいいです。今回は残り5ゲームぐらいだったんで上乗せはできなかったですけど、でもねこの台結構裏で隠れて乗ってる時があるんで、あータイミング、まあ、でもここの霊薬も大事だから。ジャック、そしてラウンドパートに戻るん で、で ST パートからラウンドパートに戻るときもまたこれ図柄揃えます。はい、シングルですね。来たろ、よっしゃ V トップもらいました。実戦上、はい、これでシングル揃ったんでこれでラウンドのストップがもらえると。さあ5ラウンド目、5ラウンド目はですねこれ赤く今なってるんで、ラウンドの上乗せ特化ゾーンの抽選をしてます。で約これ期待度 20% で荒見玉降臨のチャンス、告知は8ゲーム消化後に来るんで、あーどうで当たってるかどうか、来てくれ頼む。あ来た、第3まで今煽り来ましたね。多分来てると思う。よっしゃ 20% 取りました。荒見玉降臨やったぜ。荒見玉降臨消化していきたいと思います。頼む、平均で 4.5 個10ゲームでどんだけ乗せれるか。ドン、平均以上乗せたいね。5個だな目標ちょい上ちょい上、よし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 、まず1つ、あ逆押し狙えて出てる。これもう揃うんじゃないですか。 OK、 日本のあのカットイン出たら揃う、どんな状況でも。今2つ、あーダメ、2個じゃ物足りない。よしよしよし、3つ、あと何ゲーム、残り少ない。よしデカプッシュ、これで4つ、もう1個で平均以上。よっしゃ5個やりました、平均超えた。5個だね、5個乗りました。これでラウンド、5セット進めるということで、いやーよかったよかったよかった。今のこのラウンド消化中はさっきも言ったけど霊薬とかで V ストックの抽選をしてるんですよね。だからここで仮に霊薬とか引いて V ストックもらえたとしたら、その ST パート20ゲームあるじゃないですか、それがまるまるラウンドの抽選受けれるわけだから、
でそれが8分の1で来るってことじゃないですか。だから次 ST パッド行った時に、まあ、2、3個取れるわけですよ。でそうなるとそれを繰り返していくと終わらなくなるみたいな。で第3で煽り来るとチャンスアップ。第3で来たのは1回だけかな。だからちょっと今回は弱いかなっていう煽り的には。あーなさそう、残念ですね。アラミタも氷 20% は取れませんでした今回。さあこれで、ね、ラストストックかな。ただ裏でストック持ってる可能性もあるんで、さあこれ最後ないですね、これでラウンドのストックはなかったと。でここっすね、この後っすね。さあどうだ、持ってた、ほら V ストック持ってた。ってことは20ゲームまるまるラウンドの馬の修正を受けれるんで、これめっちゃ熱い。お、ミドル来た。さあどうだ、おっしゃもらえた、もう一個欲しいな。よし来た、これで乗せかけです。何個乗るか、ダブル来い、シングル、よしよしよし、これで2個もらいましたね。ただこれ表示上で2個なだけで、もしかしたら裏で乗っかってる可能性もある。3つ4つね、実は持ってたりもするから。うわーダブル来たんじゃないこれ、よいしょ、よっしゃダブル来た。これで2個以上またもらえたんで、残りのラウンドストック見えてる分だけでも3つある。いやー弱いかなー、あーないっすね、残念。さあそして V ストックあるかどうか、ない、 V ストック取ってなかった、やばい。ここフェーズ上がるの大事、上がれフェーズ、 OK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 、 フェーズ2、フェーズ2かー。まあここはもうとにかくリプレイ1枚約0引きしかないね。メールばっか引くと当たらないんだよ、やばいっすねこれマジで。うわやばい、もうずっと出るしか来ない、きついきつい、この展開きついよ、抽選切れない。いやーさあ最後のバトル、この辺でレア機引いていくしかない。期待度星 2.5、 ちょっと弱いっすね。いやー厳しいな、あーダメっすね、無ね、一応復活もある、あーダメかー、735枚。あ、有効ランプ消えたわ。やっと。ここでね、リセットされるのは珍しい。確かね、5% ぐらい。95% は引き継ぐんで。嘘でしょ？嘘でしょ？なんでここで？うわ、下手くそ。あ、来た来た。よし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 。161枚。ユリカランプはスキッパス。この東京レイヴェンズの狙い目としては、まあ、設定狙いは置いといて、まあ、天井狙いとかリセット狙いについて話すと、まあ、リセットは朝一見てもらった通り、まあ、おそらくね17、8ぐらいまでが朝一チャンスだと思うんで、それのないリセットかかってたらそれはカニ歩く、まずで、あとは天井も一応恩恵ありますんで、まあ、ハマってる台もチャンスだし、あとはここのメーター狙いですよね。これが溜まればね、自然と入るから、溜まってれば溜まってるほど狙い目にはなる。その辺を加味しながら狙い目自分で決めていったらいいんじゃないかなというふうに思いますね。この3つかな。残念、追加としたの、 OK、 なんか久しぶりにチャンスゾーンを突破した気がする。
あーやばいね、頼むよ。おっしゃ、いやよかった、7揃え、そろそろ来てくれよ。オッケーオッケーオッケー、達成オッケー。81ゲームチャンスゾーン、一番弱いやつ、ポジ。あ、チャンスゾーン中にちょっと追加投資だな、3枚目ですね、これ。よし、これで2回目の継続抽選は突破と。おー、うまい、めっちゃ引いてる。ここで共通か。2個ぐらい、2番と、あ、待って、これでもう確定だわ、すげえ。めっちゃ引きましたね、予約やったぜ。これでも最後も勝利確定なんで、よう引いたな、3回も。おっしゃ、ここ、あかんな、ドン、よっしゃ、いいぞいいぞいいぞ。さっき失敗したんでね、今回は成功させたいと思います。あるよ、あこれはいったろ、頼む、フリーズしてくれ、フリーズしろ、よし、いったいったいった、絶対いった絶対いった、止まれ、よし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 、ナイス。いや、なんか久しぶりですね、ライブズタイム。俺この台好きだな、面白いな、ちょうどいい。もうほんとなんかデビルとかみんな好きなんでしょ、でもデビルとかバイオとかさ、可動いいけど俺全然こういうのが好きなの、発露打ったらって感じがする。お、レア君、ここは何抽選してんのかな。さあ久しぶりのレベルタイム。さあちょっとね、24セット行ってプレミアムレベルタイムお見せしたい。いい加減、今日これ何回目ですか、4回目。さあまずは図柄を揃えて、はい、あ、ダブルだ、いいね、いいですね、幸先いいですよ。これが今日4回目のレイヴンズタイムなんで、一応なんかね、岩さんによると4回に1回は1600枚以上出るということなんで、まあ、1回目2回目3回目はねそこまで届かなかったんで、次は1000枚オーバーの目玉出るんじゃないですか。そろそろ、さあラウンドラスト、 V ストックはどうだ、ある、よっしゃ、 V ストックしてる、これで当たったんかな、もしかしたらチャンス目、これで当たったかもしれんね。さあ残りのゲーム数はね、ラウンドストックの抽選しますね。これで乗れ、このリプレイで乗れ、まずはまずここで一つ、おっし、緑まで来た、あるよ、よっしゃー、来ましたね、乗れた、よっしゃ、しかも赤カットイン挟みましょうか。あーシングル、あ、いやでもこれあるよ、 V あるよ、 V だやった、これはうまい、ラウンドストック3個以上、いやーでかいね今のね、僕は挟むか、あーシングル、いいね、めっちゃ出るね、めちゃめちゃストックしてるよ、あれまた行く、これさらにここで少しお預けはございませんか、チャンスもらったか、ドン、よっしゃ、めっちゃ乗ってる、やばい、7あるよ、7、素晴らしい、うわまた行った、また行ったぜ、ドン、シングル、
8。これ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 っすよ。で8個だからここでも1回揃うから、いやマジでかいぞ今の。さあシングルで残り8ストックあるから、やばいっすね。この間にだから V ストックのね抽選をしてるから、いくつかもらえるかもしれないですよね。さあそして次が6セット目なので、ここチャンスですよ。アラミ玉氷のチャンス、もう一回欲しい。お、ワンチャンあるよこれ。よっしゃ、うめえ、きた、アラミ玉氷来ました、20番来ました。よっしゃ、さあ平均 4.5 個、さっき5個乗ったからね。さらにここで重ねていきたいけど、あ、やばい、あー来ましたね、カットイン、カットインというかこの図柄狙うやつ。あ、ダブル、よしよしよし、2個以上、また来た、あ、シングル、これで3つ、ラスト、あ、でかい、デカブッシュ、これはもらったね、よし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 、4つですね。でさっきが5個だったんでちょうど平均、2個合わせて。さあ次12ラウンド目来たよ、再び花火玉降臨のチャンス、降り来い、あー厳しいかな、ちょっと厳しいかも、あーダメか、ラウンドストックいっぱい持ってるんだけど消化中にレア薬全くいけてないから V ストック厳しいかもしれない。それは青春、あっ、うっ、え、めっちゃ薄いの引いたわ多分これ。今色なかったっすよね、普通のノーマルのマスだったと思うんですけど、確かねちょっと潤覚えなんですけど 0.4% とかそれぐらいの薄い、めっちゃ薄いやつだと思います。びっくりした、やっべ、これはありがたい。本日3回目の花火玉氷、あーいいねいいねいいね、はいシングル、まず1つ、あーないね、よし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 、この逆を滑るのが一番安心できる。さあ2つもっと欲しいぞ、乗れ、これで、あーでかい、よっしゃ、これで3つだな、あ、よっしゃ、妥協した、シングル、これで4つ、もう1個、あーでかい、もらった、よっしゃ、5個かな、いや十分でしょ、 OK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 、 1,2,3,4,5,6、 20まではこれで確定したんだ、あと4つ、あと4つで24、よし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 、さあラウンド消化終了、どうだ、あ、 V ストックもらえてましたね、ラウンドのストックはこれでなくなってましたが V ストックちゃんと抽選受かってましたんで、さあこの20ゲーム間でどれだけラウンドストック取れるか、やべ、告知は出ない、あれ、いや告知は出なかったけど裏で乗ってる可能性あるから、あれ出なかったの、20ゲームあったのに、馬の選出なし、さあもう少しだよ、ダブル来てくれ、頼む、あーシングル、22だからな、あと2個だよ、
まあ、さっきラウンドの上乗せ告知は出なかったけど、まあ、裏で乗ってる可能性もありますし、あと V ストックもしかしたら複数個もらえてる可能性もあるんだよ。そっちよし、もらえてたね、裏でもらえてた。あと1回、あと1回継続させたら24だ。あれ青空ですね、これあるんじゃないですか。あ、もう行ったってことかな、これは。あ、大丈夫そうですね、24行ったってことだな。やりました、プレミアムエイベンズタイム確定です。ラウンド24行けた、ストック持ってたのかな。ちなみに今もう24ラウンド終わって、でここで出るレア役はこの後の上乗せ抽選に回るんで無駄引きはないです。内部的に今 V ストック持ってたりとか、あと裏で、ラウンドストック持ってたりした場合もこの後の上乗せ抽選に回るんで、そうしたっていう感じにはならないから大丈夫。さあということで24ラウンド終了しました。でこの後まあプレミアム、レイヴンズタイムに入るんですけど、その前に一回24は終わったら、疑似ボーナスに入ります。これレイヴンズボーナス祝いってやつに入りますね。これボーナス疑似ボーに入ります。逆回転して白七が揃います。さあでレイヴンズボーナス祝いはま、分かりやすく言うと化け物語の白七みたいな感じで、20ゲーム消化中に成立枠に応じてサマイスの上乗せ抽選をしてます。で最初の1ゲームだけ必ず、僕は100しか見たことないんですけど、100もしかしたら200とかあるかもしれない、100以上もらえると思います。でなんか天井とかそのフリーズから行ったような、レイヴンズボーナス祝いは、まあ、300とか乗るのかな。でこれで揃ったら上乗せとか、はい、まあ、なんかめちゃくちゃがっつりなんか何十枚も乗るような感じじゃないんですけど、細かく細かく乗っていく感じ。おう、ダブルいっか。あ、シングル、あでも50ですね、でかい。でちなみにそのさっき言った24ラウンドまで確定した後のレア役とかなんか上乗せ抽選してるやつは今の細かいやつで出てきてるんで、どういう上乗せの仕方出し方してるか分かんないですけど、もしかしたら今逆押しで狙えって言った上乗せ分はその辺で乗せたやつが出てるかもしれない。200万。さあそしてここからプレミアムレイヴンズタイムに入ります。ドン、すごいド派手ね。なんかプレミアムってついてますけど、なんかめちゃくちゃその出玉性能が良くなったとかそういうわけじゃなくて、AT のゲーム性が変わるだけです。サマイス上乗せの、AT になりましたっていうだけの感じなんで、なんかこれ入ったからってなんかすげえ今から出るみたいな、そういうのではない。某情報誌とかにはプレミアムレイヴンズタイム入ったら1600枚出るみたいなこと書いてありますけど、ここからなんか1600枚とかではなく、まあ、トータルそのこれまでに出してきた出玉含めて1600枚っていう意味合いだと思うんで、あまりね過度な期待はしちゃいかない。押し順1万役ということによって、状態が今通常と降格あるんですけど、この状態移行抽選をしてます。で今降格に上がりました。で降格に上がったらこれ3分の1で上乗せ抽選してます。来た上乗せ。こんな感じで、まずは1万役を引いて、でそこに状態上げて、その骨格上がったら3分の1で上乗せをしていくみたいな、これが基本的な、このプレミアムレベルタイムの流れです。
でその降格のステージがいくつかあって、そのステージによって、降格に滞在しているゲーム数の長さが変わるんですよね。長さの期待度が弱いステージだとすぐ終わっちゃうんですけど、一番強い南国って言われるステージに行くと平均約32ゲームぐらい降格が続くらしいんで、これ3分の1でね上乗せするっていうと結構強い。 OK 乗った。もう1回ぐらい乗せた。あー割っちゃいましたね。基本このステージにいて、なんかこの画面が切り替わったら降格だと思ってもらえれば大丈夫。なんか1回の上乗せで本当何百枚とかっていうのはあんまりないですけど、まあ、こんな感じで多分出玉性能的にはどっちの影響も変わんないと思うんですけど、そんなに。なんか2つのね演出パターン楽しめるんで、打ってても飽きないみたいな、楽しませてくれる感じがすごいいいです。お、レア君。あ、強制が来たよ。あ、ボーナスあるかもよ。どうだろう。どうだ。え、これボーナスあるかもよ。マジで本当に。いけ、頼む、行ってくれ。いや、これボーナス行ってると思うわ。いや、これボーナス行ってるわ。行ってるだろ。ほら、これボーナスだよ多分。ほら、来た。うめえ。これっす、この台で一番面白いの。この AT 中にスイカからボーナス当てるとめっちゃ面白い。やりました。あ、でも俺初めてこっちでボーナス引いたんですけど、初回のあの100枚はないんだ。あ、そう。あ、じゃあこっちのボーナスそんな強くないのかな。どれぐらい乗るんだろう。こっちも最初の100枚もらえるかと思ってました。最低でも1ゲーム目。30いいよ。この曲いいっすね、めちゃくちゃ。このボーナス中の曲めっちゃいいっすね。最初の1ゲームの100枚がないんだったら、もしかしたらそこまで強くないかもしれないですね。僕あれがあると思ってたけど、ないんだね。あ、来た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 、降格来たぞ。お、これは乗ったっぽいな。よし、こっから、完走まで行くっていうのはもう本当にね、まあ、一番役から降格の滞在ゲーム数が長いやつを引っ張ってくるか、あとはもうボーナス引きまくるしかないね。上乗せ自体の性能はそんな強くないから、このプレミアムレイヴェンズタイムは、まあね、2400枚結構難しいと思う、出すの。だから1500枚600枚とかそれぐらいはコンスタントに出ます。お、ここでレア。最後の完走2400枚なんですけど、2200枚だったかな、2200枚まで表示でいけばもうあとは勝手になんか200枚乗せられるような感覚で2400枚まで連れてってくれるらしいんで、一番最悪なのが2199枚とかで終わっちゃうと、あと1枚ベル1回引ければ多分完走までいけるってところを逃しちゃってるんで、それが一番もったいないと思います。さあ終わりました。なんかもっと出てるかなと思ったけど、意外に1306枚ということで、ただ、プレミアムレイヴェンズタイムまで行ったら必ず有利期間リセットされるんで、 AT 終わったら。なのでここからまたチャンスオンスタート繰り返しで、ね、AT を続けることもできるんで、まあ、限界突破ってやつよ。さあチャンスゾーン、いいの欲しい、これ。70%。 OK、 よし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 、
さあどうだ。本当下手だねこういうところ。復活は？あ、復活した。これ復活です。よっしゃ、いけてたわ。復活はね、最後まで行かないと多分出ないと思う。途中でなんか画面割れてダメってなった後は多分復活ないと思う。多分ね、多分。さあ、そしてこれでボーナスに繋がりました。赤、赤7。なんでや、なんでよ、僕赤7欲しかったな。今日でもさ、この陰陽ボーナスから AT 繋がってないんで、まあ、最後ここなんとかレアキ引いてバトル入れて勝って AT 入れるところ見せましょうか。いやー、すばらしい。ダメでした。いけなかったね。ユリカも継続して、まあこれね、お、いきなりレイヤキ、やめ時としては今ちょっとレイヤキ引いちゃったんですけど、まああんな、あそこでやめていいと思います。基本的にはボーナス抜け後 AT、ユリカ引き継いでなかったらもうやめて、まあ、引き継いでたらやめていいと思います。もうちょっとやめれません。ちょっとやめれないです、これは。はい、実戦終了、お疲れ様でした。記念すべき今日10回目のね、新しいの収録だったんですけども、無事に勝つことができました。中止の方をね、ちょっと発表したいんですけども、本日投資の方が21本で47枚貸しだったので987枚投資と、そして、回収が1181枚でしたのでプラスの194枚勝ちということでね、いやー、まあちょい勝ちですけどもね。まあちょい勝ちですけども、まあ切りよく10回目勝てたことは良かったのではないかなというふうに思っております。さあ、それではね、今日打った東京レイブンズの、台の評価、まあ、個人的な感想なんですけども、スペックはそうですね、遊びやすいスペックだと個人的に思ってたんですけども、割とね、打ってみると荒いです。荒いとこあるんで、まあ、ただね、一撃2400枚ドーンとか、あとはその順増もめっちゃ早いわけじゃないんで、マイルドながらにチャンスが来たら意外とこう3000枚4000枚5000枚も狙えるみたいな、ドーンって沈んでガーンって上がってみたいな、そういう台が好きな人はあんまり好みじゃないかもしれないですけど、個人的にはこのスペックは、まあ、絶対将棋3もそうですし、僕好きなんで、あの星4とさせていただきたいなというふうに思っております。で、狙い目、こちらはですね、まあ、設定狙いは正直導入台数が少ないんで結構難しいと思うんですけども、まあ、だから基本リセット狙いと、まあ、命題狙い、あとはゲーム数狙い、まあ、狙い目はいくつかあると思うんで打ちやすい機種かなと思います。あとはもう本当子役からね、めっちゃチャンスは当たるんで、まあ、正直どっからでも打てる遊び打ちは可能かなと思うんで、まあ、これも狙い目も欲しい、まあ、セット欲しようかな、設定は狙いづらいからな、まあ、でも星4かな、設定はちょっと狙いづらいですけど、まあ、ゲーム数狙いとかその辺なんか立ち回りでの選択肢は結構多いと思うんで、まあ、星4で。で、演出ですね、演出正直すみません、僕原作ちょっとしか見たことないんで、その原作を生かした演出になってるのかとかは正直僕分かんないんですけど、打ってる感じ特になんかストレスがあるような演出もないですし、演出もいいんじゃないですかね、なんか変なところもなかったし、読んでいいと思いますね。で、配列出目、まあ、これは、まあ、そういうなんか特別なね、リーチ目タイプの A タイプとかではないから、まあまあまあ3で、前回と一緒ゼロもそうでしたけど、まあまあこれは3でいいんじゃないですか。で、ゲーム性なんですけど、ゲーム性ね、僕ね好きです、東京レイブズこのタイプのね、ゲーム性好きですね。もう突破型が僕本当にうんざりしてる、もう AT 中の飽きさせない工夫もいいですし、なんかこうパチスロで遊んでるなっていうあの感覚めちゃくちゃ好きですね。やっぱ子役から CZ 狙えるのがやっぱねいいっすね、なんか無駄じゃないっていう、ほんとパスロー打ってるなっていう感じがして、まあ出玉はやっぱり
まあ、6号機なんで言うて5号機には遠く及ばないんですけども、まあ、でもその 6.1 号機の規制の中でうまいことパチスローとして、あの大泉さん、あのいい感じに作ってると思うんで、ということで、個人的な代表価は、まあ、ご覧の通りかなり高めということで、ランキングの方もね、2位にランクインさせていただきたいなというふうに思います。1位が、絶対衝撃3で、その下に来るかなと、うん、面白かったっすね。多分僕今日打ったのが3以上出て、初当たりも CZ130 分の1ぐらいで取れてるっすよ。で、まあ、まだね設定推測の要素そんなに出てないんで、正直どの設定だったかは分かんないんですけどまあおそらく4頃とかそれぐらいはありそうな感じの挙動でしたし、好き嫌いで言うと2位かな、うん、今までバグちゃんが3位、あ2位でしたけども、そバグちゃん以上に、バグちゃんは単純にそのウェイクアップガールズが好きっていうところで2位になってましたけど、今回の東京レイブンズはパチスロとして好きです。好きなゲーム性でした、はい。さあということで本日で、まあ、10回一つの区切りですね、新しいのをやってきましたけども、まあ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 打ってない信頼とかもあるんで、このランキングが全てではないですし、まあ、これは完全に僕の主観なんで、まあ、打ってる人にとっては全然違うランキングになると思いますし、打ってない棋士合わせたら今年のランキングだと、まあ、千葉リオが1位かな、2位が絶対衝撃3とかそんな感じになってくると思いますけども、まあ、番組ではね限られた中の機種になっちゃうんで、どうしてもちょっと偏ったりとか、あとは僕の好みでみんなと違ったね機種のランキングになっちゃってると思いますけど、まあその辺はちょっとご了承いただきたいなというふうに、一つの意見としてね皆さんにお届けしてできたらなというふうに思っております。まあ、10回目以降もまた診断いろいろ打っていきたいと思いますんで、今後はねだから 6.2 号機とかもねもうすぐ出てくるんで、この辺も楽しみにしながら、頑張っていきたいなというふうに思ってますんで、今後ともよろしくお願いいたします。じゃあ今日はこの辺で、またね。